そんな、仮想会社のこれですら、リーマンより稼げますよ、これ、ちゃんと。長時間やってないから、正直今月そんな稼いでないんだけど、全然稼いでないんですけど。まあでも、ちゃんと、配信をね、リーマンと同じぐらいの時間やったら、リーマンより正直稼げてるレベルなんで。皆さん、本当に。なんでこんなビッグウェーブに乗らないの？みんな。なんでみんなこんなビッグウェーブに乗らないの？目の前にお金起こってんのと一緒ですよ。拾わないのね。目の前にお金が起こってんの拾わないの。目の前に起こってんすよ、配信バブル。誰でも配信できますよ、簡単に。なんでやんないんすか？ほんと、しょうもないっすね。マジで。お前らみたいに暇人じゃねえ。おお 今こんなくだらない俺の放送見てる暇あるやないかーいねえ、ちょっと今こんなくだらない俺の配信見てる暇あるじゃん。もなんないけど、ね、自分が、まさか、仮想配信者の俺よりは人集められると思うんで、ね、俺でもそれなりに来てますからね。なんでやらないの？なんでやらないの？お金いらないの？ね、お金いらないんですか？お金いらないんだったらください。投げ銭システムあるんでください、お金。お金いらないんすか？ お金いらないぐらいあるってなったらお金ください、なんかもうほんと逆に。生き恥さらしたくない。別に配信することは生き恥をさらすっていうわけではないですからね。確かに俺とかはどっちかっていうと生き恥さらしてる系配信者かもしんないけど、どっちかっていうと。でも、ヒカキンとかはじめしゃちょー見てよ。あの人たちは生き恥を晒してますか？晒してませんよね。あいつら、あの人たちは恥だと思います？周りから見て。いや、むしろ、あいつらすげえなって世間から思われてますよ。あれが生き恥晒してんですか？それは配信者のスタイルでしょ。もちろん生き恥を晒して人集めてお金稼いでる人もいると思うけど、まあ、特に俺とかそうかもしんないけど、どっちかっていうと。でも別に、みんながみんな生き恥を晒して人を集めてお金を稼いでるわけじゃない。ちゃんとした作品をね、クリエイトして、ね。そして、クリエイターとしてお金を稼いでる人だってたくさんいますよ。それはあなた方が生き恥をね、晒してる配信者のことが好きだから、そういう配信しか見てないから、ね。自分が底辺で、自分より底辺のやつを見たいって思ってる、ね。底辺中の底辺の考えの奴らだからそう思ってるだけで。ちゃんと作品をクリエイトして、たくさん人集めてお金稼いでる人なんてたくさんいますよ。そうでしょう。はい、僕の言ったこと論破できますか？僕の今言ったことに対して論破できるやついますか？ねえ。俺、ド正論でしょ、マジで。ド正論だろ。ド正論やろ、マジで。ちょっとトイレ行ってくるわ。
よいしょ。コメントやめよう。バーカ。ねえ。こいつのお金になるから、こいつの放送を見るなとか、こいつのお金になるからコメントやめろとか、なんでお前に指図されなきゃいけないの？放送を見たい奴が見てるし、コメントしたい奴がコメントしてんだよ、バーカ。ねえ。別に俺がそれに対して、ね、人が来てコメントされてから、されて、それによってお金が僕が収入を得ても、お前に何の関係あんの？ねえ。それ嫉妬でしょ？それ嫉妬でしょ？ねえ。嫉妬以外の何があんの？同じ関係でたら、バーカ。お前どんだけ気持ち悪いんだよ、マジで。放送見たい奴が見てるし、コメントしたい奴がしてんの。YouTube で、ね、あいつの収入になるの嫌だから、あいつのね、動画見るなとかってやついます？いないよね。これだから嫌なの。民度が低いんだよ。ニコ生の奴ら、民度が低いの。ね。別にさ、ね、そんなの別に見たい奴が見て、コメントしたい奴がしてさ、で、それによって、クリソのシステムで俺が収入を得て、何がいけないんですか？何がいけないの？ねえ、何がいけないんすか？うん。放送見たい奴が見て、コメントしたい奴がするの。お前がコメントするんだとか、ライブ、こいつのことを見たとか、お前に、そんな何？そんなことを言う、何の権利があるの？お前は。ねえ。お前は何？自分の、ってかめっちゃ硬いな、ご飯これ。ダメだから、もっと温めてもらえる。カッチカチやわ、これ。よいしょ。まあ、本当にね、程度が低いな。まあ、本当にね、程度が低いわ。マジで。うん。真面目に働いた方がマジだから、それはさ、別に人それぞれなんじゃないの。人それぞれなんじゃないですか。うん。君何？働いてる人がそもそも偉いとかっていうさ、考えが俺おかしいと思うわ。別に働いてる人は俺偉いと思わないし。